割とゲラーとしてます、まさみさんもこんばんはゲラーとしてます。じゃあお三方に質問です。今日はそうちょっとお客様と話して思い出したことがあって、2つを喋りたいなと思ってるんですけど、我が家の次男は今中2で不登校児なんですけど、不登校児っていうよりもなんか親子関係がもつれてる時になんか今日結構共通してる星があって、その星について喋りたいなと思ったのと、あともう一個がセクシャリティのこうなんていうのかな、セクシャリティ業界って言えばいいのか分かんないけど、あの2つの方向性についてお話ししたいなと思うんですけど、どっちの方が先に喋ってほしいですか？子育ての星についてなのか、それともセクシャリティの2つの方向性についてどっちを先に喋ってほしいですか？お好きな方で皆さんお答えください。そっちから喋ろうと思うんで、星です。星なんだ。千春さんはなんで星について喋ってほしいの？なんか理由があったら教えて。なんか 他の皆さんはどっちでもいいかなって感じ。今みんなに質問してるのは先にどっちが喋ってほしいかなと思って、子育てでよく相談を受ける。おお、そうか、なるほどね。子育てでよく起きる こじらせやすい星について。へえ、星なんだ。へえ、こじらせやすい星について聞きたいっていう人が多かったので、じゃあまず先にこじらせやすい星について話をしようかな。親子関係で、これね、逆さまに見えちゃうのが良くないよね。親子関係でこじらせやすい星。みんなそんなに悩んでんだ。一番最初のことを喋っとこう。四柱推命の見方です。四柱推命ってさ、生年月日で作られてるじゃん。何年生まれ何月何日で作られてるんだけど、これってさ、もう変えらんないんだよね。一生その星通りなのよ。だってさ、生年月日変えろって無理じゃん。名前変えるより無理じゃん次の日生まれたかったとかないじゃん、ないじゃん。だからその四柱推命の星はもう気に食わなくても一生変えられないの、ということはその星と共に生きていくしかないんだけれど、同じようにさ、子供とかさ、親の星も変えられないのよ変えられないっていうことだけまず知っといてほしい。だから変えられないから、
け岡しかないのよね。ということで言うと、そうだな、ゆきさんと、まるさんと千春さんは誰と、あの、親との関係で悩んでるの、それとも子供との関係で悩んでるの、自分との親なのか自分との子供になのかによってもちょっとね変わってくるんだけどさ、どっち？よかったら教えて。子供、子供か。もうね、子供の場合でいくと、もうここなんだよね。あ、子供でも親でもこれは言えてくるんだけどさ、親です。あ、じゃあまず最初子供からね。子供の場合はもうなんかね、今までこれは経験上の話なんだけど、今まで親子、子供のことが悩みですっていうお母さんたちに出会ってきて、ほぼ80-90くらいの割合、本当に多いんだよ。80-90の割合で、日中がだいたい食人化偏在を子供が持っている。で、陽か、陽が多かったな、陽が多分 80% くらいのお子さんのことで悩んでる人が多かったよ。で、だいたいそういうお母さんは、自分が自立母子とか行動の母子とか持ってて、あと、まあ、正しい製剤、性感、陰樹とか持ってて、なんかすごいしっかりした通変性を持っているお母さんが多かった。で、子供が食人偏在用っていう感じなんだけど、まあ食人ってどういう星かっていうと、3歳から5歳児なんだよ。で、偏在ってどういう星かっていうと、わーキャー、みんなと一緒で楽しい、イエーイみたいな星でさ、用ってどういう星かっていうと赤ちゃんの星なんだよ。だから食人用とかだと、まあ3歳から5歳児と赤ちゃんだから赤ちゃん、ほぼ赤ちゃんで、日中って何を表すかっていうと、自分満たしの星、自分が生涯、いいな、これ大切だなって思う価値観が入っているのが日中なの。ということは、その子は、自分の子は生涯もう子供なんだよ。ここが自立星とかさ、行動の星とか入ってるとどんどん自立していくことが好きだから自立していくんだけど、もうこの食人とかってさ、食べる寝るキャーワーが大好きで、用ってみんなに愛されたいだから、それが満たされる。で、それを今世やりに来てるのだから、なんか子供にすごい大人になることを要求したりとか、自立することを要求したりとか、まあ男になることを要求したりしても、その子はずっと生涯子供のまんまです。はい、生涯変わりません。うん、なんだよ。偏在とかはまあ食事より人数は少なかったけど、この子たちはさ、キャーワーってやるのが大好きだから、自分をなんか自立星みたいにさ、自分とは何なのかとかさ、周りを引き連れてでもなんかやり遂げでやるとかさ、絶対そういうこと思わないから、もう他人中心、みんながなんかこう、みんなから愛されてれば僕はそれで OK みたいな、まあ全然自分がないよパッと見っていう感じです。だからそれが多分、今その、まあ、10歳未満であっても30歳になっても50歳になっても、まあ、多分生涯変わらない、子供っぽい、で逆に、ね、言うと、こう、まあ、食人がここにあるっていうことは、これを殺した場合どうなるかっていうと、もう全く笑顔のない、すっごいつまらなそうに人生を送ってるその人たち、なんかね、それはそれで私はなんか、この人なんか人生楽しくなさそうな、だって一番自分の価値である楽しみ遊び心っていうのも殺して、なんかもう一生懸命大人になって自立してってやってるからさ、まあ自分の大切な価値観をどこ置いてっちゃってるか、そりゃなんか自分を生きてないというか、辛そうだったよ今まで出会ってきた人たち。
だからここに食人があって、あ、私ってもう子供心で楽しんでいいんだみたいな、子供っぽくてよかったんだみたいな、取り戻して元気になっていく人たちっていうのを私はいっぱい見てきたので、なんか、だってさ、もうこれ変えらんないからさ、そのまま生かしてあげたらいいんじゃないのって思う。なんかそれなりにさ、人生なんて言うんだろう、生きていければさ、その子が元気であるっていう方が私はなんか最優先かなって思うの。うちの子もそうだから。うちの子の場合は長男も次男もここが食人なのね。で、食人長生なんだけど、幼ではなくてね、長生なんだけども、やっぱちょっとね、なんか不思議だったもん。なんつうんだろう、うちはこう食人長生なんですけど、なんていうんだろう、いや、なんかほら年齢経ってもさ、今うち高1と中2なんだけど、それなりに年齢がこう高くなってってもなんか親離れしないんだよ全然でも未だになんか子供たちと全然コミュニケーション取れる。なんかだから要はさ、彼らは中身子供だから、なんていうんだろう、遊び心を持ってすれば全然コミュニケーション取れちゃうね。これが自立物とか持ってるとさ、自分中心だからさ、それを尊重しないと全然コミュニケーション逆に取れなくなってくるんだけど、一緒に遊んでればなんかいくらでも乗ってきてくれるからめっちゃ楽なんだよ。私食人だから、なんか美味しいものを一緒に食べてる、またそこでもコミュニケーション取れちゃうからさ、なんか全然なんか楽めっちゃ楽だよ。だから子供っぽくてこの子どうなるのかしらとか、大丈夫なのかしらとか、そういうのも全部諦めて、いやもうこの子はなんか遊ぶために来たんだなみたいな、それが一番楽しいんだなと思って、なんか自立しろだの、大人になれだの、ちゃんとしろだの思わなければ、なんか全然なんか子育て楽よ。だからあんまり子供と派手な喧嘩もしたことなくって、でなんか、まあ、うち次男は今中2なんだけど、5年生の時に不登校して1年間、まあ、行ったり行かなかったりして、で、まあ、今はもう完全に不登校みたいな感じなんだけれど、なんか別に引きこもってないしね、部屋にね学校に行ってないけど、何にも問題ないなって思うもんね。だからなんかその5年生の時はきつかった。なんか頭では学校に行かなくたってなんとかなると思ってんだけど、腑に落ちてないからさ、不安だからさ、この子どうなるんだろうとか思ってたし、もう周りの目だって気になってたし、もういいお母さん演じなきゃとか思って、先生の前でいい親ぶりっこやってたからさ今じゃなんかもう東京行くのに次男一人で置いていっちゃうからね、先生にもバレてるしこのお母さん本人だなってきっと思われてると思う。でもなんかね、なんかもうどうでもいいかなってね、もう3年目にしたらこんなもんよ。でさ、やっぱりなんか私のとこ来てくれるお母さんたちって割と40代過ぎくらいのお母さんで、お子さんがもうこう中学校とか高校とか過ぎてたりすると、割と不登校を経験してるお母さん多くって、もう類友なんだけどさ、だからで見てて思うけど、絶対比較、こう単純比較はしてないけど、多分って感じで、周りのお母さんにも元気なお母さん多いもん。もうね、もうあそこでどん底落ちてるから一回どん底落ちてるから、なんかね、多少のことではびくともしなくなるよね。元気よ、元気じゃなくてやってらんないわよみたいな感じになるよ。なんかもういろいろ乗り越えさせてもらったなって感じする、子供から。そんな感じ。はい、で次は親の場合、そうだよ、もうだから夫が偏在用とかさ、もうだから甘えたがりだよ、甘えたがりで自分がなくって、周りのみんなにこうキャーキャーワーワー言われてれば僕は OK っていうタイプよ。だから夫に自立とか男らしさをあんまり求めない方がいいと思うよ。はい、こう読めなくてね、愛語言う、ありがとうさん、あ、無理ですそうそう、だから幸子さんの場合だと食事だから、なんか常に自分のさ、ワクワクがさ、特に日中どこにあるかにもよるんだけど、日中にあったりすると自分のワクワクとか楽しみとかがなくなっちゃうと、多分相当人生苦しくなると思うけどね。
で親の場合は、だから親がこれを持ってる場合も多いの、食人用とか。そうするとその親は親じゃありません、立場的には。自分の方が親になっちゃう、自分が調整、調整わかる、これでこれも調整、調整って割と、まあ、食人調整になっちゃうとちょっとあの甘えん坊ちゃんになっちゃうんだけど、調整だけだとすごくあの長男長女って意味があるから、結構親が食人用で自分が調整とかあったりすると親の面倒見ちゃったりするんだよね、親の立場で。だから結構親のことバカにしてたりしますで、だそうやってね、自分がなんか親との関係でどんなことを染み込ませちゃったのか、でそれって全部が幻だから、自分が作りたいように作り変えちゃっていいんだよ。で、そうだな、私さ、夏のお盆明けくらいにさ、一回あの、LINE アットで親子なんか年中であなたの家族のカルマとギフトをお伝えしますっていうのをやったんだけど、それでやっぱりすごく多かったのが、あのここに用を持ってる人 の, あの申し込みがすごく多かった。ここかこっちか、年中に用を持ってる人の、申し込みがすごく多かったんだが、それってどういうことかっていうと、親に甘えたいなんだよね。親に愛されたい、親にいい子いい子されたい、親に可愛いねって言われたい、特に年中の場合で、ようちゃんはものすごい、甘えたがりです。で、人はもし愛の器っていうものがあるとして、愛の器がこれくらいこういろいろなものが積み重なってここまで来たら、私愛されてるって思うのがここのラインだとすると、ようちゃんの場合はグーンって人の2倍3倍そういう行為を受けないと愛されてるっていう実感が少ないと思った方がいいです。だから自分がもし持ってたり家族が持ってたりしたら、そういう特性があるって思った方がいい。だからそれはいい悪いじゃなくても特性なんだよ。で特性でそれを強制しようとか、なんか修正しようとか直そうとか言っても直んないからもう特性だと思って、それをどう自分の場合だって、自分が用を持ってたら自分がどうなんていうのかな、満たしていくかってことを気にした方がいいし、子供とか、まあ親とかが持ってるんだとしたら、いやー器でかいなこの人たちと思って、なんかその愛されるのが欲しいっていうのを見習うとかで、自分がどこまでやってもあのいっぱいまで満たしてあげることは難しいっていうことを知った方がいい。あのちょっとあのその愛されたいっていう欲求が多分普通の人とね、ちょっとね、容量がでかすぎるんだと思うんだ。で、親になんかそういうことがある場合っていうのは、やっぱり年中を見た、自分の年中を見た方がいいなと思って、なんでかっていうと、自分の中の登場人物が分かるのね。自分の人生でその親がどういうふうに登場してくるのかが分かるので、この性感とかだとすごくなんていうのかな、なんか本家だからとかさ、この家はなんとかという家系だからって感じで、やたら家系気にする家に生まれてたりとか、院主とかはすごいお母さんからの過干渉が多く、いい家で生まれてたりとか、商館とかやっぱりね、どういう家系であってもなんか割と傷つきやすいっていう素質をその10代20代過ごしやすいっていうことだったり、実はやっぱり不安定で、変が多いっていうのも不安定なね家庭で、結構自分が生まれることを決めて生まれてきてます。だから、親がどうのじゃなくても自分が決めて生まれて、そういう風に書いてあるからさだからなんか親が悪いとか、親がこうしたからっていうんじゃなくて、もうそれね、そういう風に経験するべく生まれてきてるんだよ、残念だけど。だからもうさ、多分これを見てくれる人って30代以上じゃない、だからもう諦めてさ自分を今からどうしたら幸せに楽しく生きられるかっていう風にシフトした方がいいよね。もうさ、いくらでも自分ってさ作り変えられるからさ、っていう感じなんですけど、今のところで何か質問とかありますか？なかったら次のセクシャリティの話になっちゃうよ。でもセクシャリティの話が嫌だって人はここで切ってもらって構わないからねなんか今のところで質問あるかい？ここさモスなんだけどさ、10時までだからさ、これ終わったらさちょっと仕事しようかなと思ったけど、帰ろうかなと思ってんだ。ゆきさんこんばんは。ある？なんか聞きたいことある？なければ質
次のセクシュアリティの話に進むよ。まあいいや、あの書いてね、もしあったら、そしたら後でまた返事するから。なんかさ、セックスのゴールってさ、まあ大きく分けて2つあると私は思っていて大丈夫です、ありがとうかわいいゆきさん、あのなんだっけ、一つの方向性はやっぱりこう、なんていうんだ、まあ一言で言うと生きたいっていう、感じきりたいってやつね。で、まあ、あれは私身体的な欲求みたいな感じもするんだけれど、まあうん、あとねすごく、まあ、アドレナリン系でスッキリするみたいな感じなんだと思う。スポーツと一緒だな、割と私の感覚だとね、あのこれは個人差があるので、みんながみんなそういうふうに思うとは思ってない。で、もう一つの傾向が、割とだから肌感覚でハグしてもらったりして安心したいっていう欲求の強い人、で私はどっちかっていうとそのアドレナリン系ではなく肌の密着によって安心したい系の人なんです。でそうなると何が起きてくるかっていうと、結構その今主流の、セクシュアリティのセミナーって割と左側なのね。左側っていうのはアドレナリン系なんですよ、なんかどうしたら行くかってことを教えてくれるみたいな感じで、だからその性欲を満たすためにはどうしたらいいかみたいなことを教えてくれるみたいな感じなんだけど、私だから一味音源さんはこっちだったのね。で前もこれ喋ったかもしれないんだけど、なんかこれまだこのでそう、あの例えばだから、じゃあ仲良きするためにはどうしたらいいかっていうと、これ多分本当に真実なんだと思うんだけど、あの前儀が20分以上ないと女性ってやっぱり濡れにくいし感じにくいって言われるのね。でこれ多分真実で、セックスレスになる要因の一つって絶対忙しさなのね。忙しいってさ、心をなくすって書くのだから、やっぱり、男性はともかく、男性ってやっぱりさ、こうそういう情報を与えれば多分生きやすい体型、体質、体を持ってるんだけど、女性ってやっぱり割とハートから来るから、感じないとなんかそのアドレナリン系を求めてる人は別として、こう感じたいっていうハートフルなタイプの人たちは割と20分前にないと感じにくいし、愛があるって感じにくいから、感じられなくってレスになるっていうパターンの人も多分いるんじゃないかなと思うの、だから結構なんかお互いに家族になっちゃってできなくなっちゃったっていうのはあると思うんだけど、なんだろう、そういうのが疲れてできなくなる、子育てでゆとりがなくて、ゆとりがないと感じにくいし、時間もないから面倒くさくなっちゃって、なんかそういうのから外れていくし、その肌と肌の密着って割と子供でも、代わりになっちゃうね、赤ちゃんでも代わりになっちゃうから、その夫じゃなくても良くなっちゃうって場合もあるんだよ。そうだから結構こっちのでそういうことをやってると今度男性も自信がなくなってくるのね。この奥さんを本当に自分は満足させてやられるのかっていう、その男性としてのプライドが出てきて、それでなんかレスになっちゃうっていうパターンもあるだと思うんだ。だから、まあ、ゆとりがない、時間がない、こう精神的にも赤ちゃんを育てるってことで責任感とか、怖さとかっていっぱいいっぱいになっちゃって、でレスになるっていうパターンも結構多いんじゃないかなっていう感じだから、子供ができたから書いてレスになるって今は多いんじゃないかなと思うんだけどね。でですよ、で私みたいな子を別に行きたくないわけじゃないんだけど、行きたいっていうところがゴールにない、満たされたいっていう、セックスで満たされたいっていう人の場合は、なんか私あちこちいろんなセミナー行ったし、結構いろんな人がなぜかいろんな話を聞いてて、でもやっぱり一番なんかそんなのってあんのかなって、私体験したことないから分かんないよっていう言葉が、本当にねたった1回しか会ってないそのお客様だったんだけど、その人が言われたのが、本当にセックスって疲れるもんじゃありませんって、満たされますって言われたのが異様に心の中に残ってて、でそういうのを経験したことはないと思ってて、
まあ、経験値が少ないって経験人数が少ないってももちろんあるんだけど、でそれをなんか どっかで多分ずっと心の中で求めてて、でこれかもって思ったのが本当にあの大木さんのセミナーでやったタントラ瞑想のハグの中にそれを感じた感じだったので、それってどういうことかっていうと、この前はときめきってことを説明したんだけど、思ったのがなんかね、そのエネルギーの、だからセックスってエネルギーの循環だっていうけど、その循環っていうのが循環を感じたことがないから、とりあえず夫との間ではなかったので、どうしたら生まれるんだろうってのは分かんなかったんですよ。で違うセミナーでも言われたのが、そのやっぱりなんか一つに絶対あるのは、やっぱり生でしないとダメなんだって、やっぱああいう薄い膜ゴムじゃん、なんかコンドームがあるとそれだけでやっぱ遮断されるんだって。であと終わった後パッて離れるじゃん、あれってやっぱり循環を止めるんだって。大体はやっぱ男性の方がこうエネルギー吸収しちゃって終わるんだって。まあそうだね、嘔吐と凸ととんがってる方とさ、かぶさる方だからさ、ヒュッて抜いた方が全部エネルギーを吸い取っちゃうっていうのは多分あると思うんだけれど、だから本当はポリネシアンセックスっていうずっと交わるっていうことでぐるぐるエネルギーを回していくっていうのが、本当のいいセックスのあり方らしいんだよね。で男性はその達するってことをゴールにするんじゃなくて、エネルギーを回すっていうところに、意識をしてないと、女性のエネルギーを奪っただけで終わっちゃうセックスになる可能性もすごく高い。だから結構多いのがやっぱして疲れたっていうのは、なんていうの、それでそのパッて離れたわけじゃないんだけど、男性の方がエネルギーを回すっていう意識がないと奪っちゃうことが結構多いんだってっていう話を聞いて、私さ余計さなんか、じゃあそれ男性次第みたいなでいくら私がこうしてほしいっていうのを伝えたとしても、それが男性の側に腑に落ちてなければ、なんか私はじゃあ奪われるだけのセックスしかできないんだろうかって思ったのね。だからなんか余計なんか希望がないなと思ってなんかそういう満たされるとかエネルギーを循環するセックスってないのかなって思ってたんだよね。でやっぱさ、いろいろこうその今まで知ってきたことと自分が目指したい方向性、だから自分がどんな、これ何でもそうなんだろうけど、どんなセックスをしたいのかってちゃんとみんな、夢物語とかじゃなく考えた方がいいと思うんだで要は2つの方向性があってさ、まあ、身体的に気持ちよくなるっていう方向性と満たされるっていう、気持ちが満たされる、だからそれは行くっていう方向性がある時もあるしない時もあるみたいなことが前提で、こっちのなんか気持ちが満たされるっていうところのやっぱ良さは、行くことにはこだわってないから年齢が関係なくなるんだよね。やっぱりこっちのアグレッシブなスポーツ感覚の方ってやっぱり20代30代はそれが全盛期でいいかもしれないけど、やっぱ40代50代って男性がなってくるとやっぱりこっちになってくるんだよね。であとはなんかやっぱり腹が大事なんだなっていうと、これはちょっとなんか今すぐパパとは出てこないんだけど、あとはなんだっけ、そう滞留するのはエネルギーの循環するっていうのはなんかそうだな、男性がエネルギー循環するっていう意識がないと循環はしにくくはなるんだけど、それがやっぱり愛する人とかだったらやっぱそういう風になんだってよって言った方がいいよね絶対そうじゃないとやっぱ断ち切れちゃう、はい終わりでさよならってなって断ち切れちゃうなって、やっぱ女の人って終わった後って大事なんだろうなって、それはやっぱり満たされるっていう観点からもそうだし、エネルギー循環的にも多分大切なんだろうなって感じがします。そう、でもだからそうすると男性優位になっちゃうんだけど、女性はやっぱ女性としてあった時に男性も男性としてあるんだろうなって感じがするんだよね。なんか今日はセックスって2つの方向性があって、で、その達するっていう、女性でいったら行くっていう、長生きするっていう方向性と、だからオーガズムを得るとかもそうだね、だ
私ね、オーガズムを得るっていうのは身体的なオーガズムと気持ちのオーガズムがあるんだよね。だから自分がどっちの方を大切にしてるのかっていうのはまず気づいた方がいいと思うんだ。だから今日はそれをお伝えしたいなと思って、そのあれもあるけど、市中生命の話もあるけどこっちの話もしてみました。そんで喋るのはインスタでも喋っていくんだけど、これからも文字ではあんまりブログとかで書いてもいいんだけど、なんかどこまで書いていいかよくわかんないしみたいなのもあって、メルマガの方に書いてるので、LINE アットのところスクロールすればちょいちょい出してるので、2回ぐらい出したから書いてあるので、そこからメルマガ登録してもらえればいいかなと思ってます。なんか今日のことで質問ありますか？ね、安心したいよ多分7、8割は女性は多分安心したいの方なんじゃないかな。だってお金に求めるのもさ、自由もあるけど安心したいっていう欲求も強いんじゃないかな。男性はやっぱお金に求めてるのってさ、パワーなんだよね、力なんだと思うからさ。なければ今日はこれで終わりにしたいと思いますよ。セクシュアリティの話ってさ、なんていうの、人によって個人差もあるし、そんな大ぴらに喋るもんね、こんなところで喋ってるけど誰もいないしね、大ぴらに喋ってるけど、なんかだけどさ、やっぱ語られることがパートナーシップよりも少ないからさ、なんか情報がないっていうかさ、なんだと思うんだよね。だからなんかいろいろ知ってさ、自分を知ってさ、やっぱりせっかくこういう時代に生まれてきてるんだからさ、どこまでも望んでいいわけさ。でどこまでもやっぱりもうなんかさ、セックスって二人でやるもんだしさ、男性と話さないとダメなんかと思ったけど、まあもちろん男性と話、その相手とお相手と話をするっていうのは大切なことなんだけど、やっぱりセックスってコミュニケーションの問題がね、多分3割くらいはあるから、すごく大きい割合としてあるから、なんかね、相性とか言うけど、相性、体の相性って言うけど、体の相性ってどれくらいなんだろうね、そもそもって思う。最近体の相性じゃない気がする、絶対とか言えないけど、コミュニケーションの問題は多分3割ぐらいじゃないかもな、4割ぐらいはあるかもよ。コミュニケーションがちゃんとできる、ハートを開けるようになったら、多分4割くらいはセックスの悩みはなくなります、間違いない。そこはただでも6割くらいはちょっと謎だな。でも自分がどっちの方向性を目指してるのかっていうの分かんないと、結局なんかほらさ、ゴールが見えないじゃん、ゴールが見えないけど、どこに向かってるか分かんないじゃん。そう、あ、そうそう、なんでそうだこの話をしようと思ったかっていうと、私そもそもだからセックスって疲れるもんだと思ってたからよいいことないとか思ってたのいいことない、疲れるだけと思って、時間の無駄ぐらいに思ってたからさ、それがなんか今認識がすごい変わりつつあるから、知らないって恐ろしいことだったなと思うよ。なんか自分がなんだろう、そういうセックスに対しても自由で何を感じてもいいっていう風になって、感じられるようになって、なんか人肌が恋しいとかもなかったの私、本当に。だからそれがなんか肌を通して安心するとか、そういう感覚を受け取れるような、人の優しさを肌で感じられるとか、愛されてるっていうことを肌で感じられるとか、女性であっていいとか、なんか自分は自分のまんまでいいとか、そういうのをもっと美しくなりたいとか、そういうものを感じられるセックスってすごいなっていうのが、ちょっと前までセックスなんかいらないってでもこれはなんか
そう思ってる自分は違うんじゃないかみたいな思ってた自分の今です。以上、ゆうこさん終わっちゃった。じゃあ今日はそんな感じです。ありがとうございました。